こんにちは。ヨッピーです。サンキュー先生です。皆さんお元気でしょうか。今日はできるかな、動物言えるかなを紹介します。はい、こちらの絵本はですね、動物たちが8種類登場するんですが、この動物のお名前何かなってこう語りかけるような絵本になっています。知っていたら、あ、これは、コアラさんだとかね、言ったりとか、知らない動物だったらこう聞いて教えてもらうというちょっと楽しさが詰まっている絵本になってますね。はい、ということで中を紹介していきます。はい、最初に出てきたのがキツネさん、それから、カバさん、パンダさん、コアラさん、カンガルーさん、でペンギンさん、でサルさん、でラッコさんと続いていくんですが、すべて親子を描いています。そして、妹陽子さんといえば和紙で作られたこうちぎり絵で描いているところが特徴的なんですが、すごく優しい雰囲気でこの親子の様子を描いているっていうところも見どころだし、パンダさんだったらあのこう笹を食べるじゃないですか。そういうところもちょっとこう少しだけこうほんわりその動物の特徴的な部分もこう描かれていたりなんかして、ちょっと知ることもできるというふうになっていますね。はい、パンダはちょっとでんぐり返し、そうですね、なんか体が柔らかいなというところとかもそうですね、はい、こんなポーズしてることありますよね。そうですね。でコアラさんだったらここユーカリの木書いてないですけど、なんかこう想像させるようなこうしがみついてるところの背中に子どものコアラちゃんがこうママにしがみついてるみたいな感じの絵になっていたりとかしていますね。とかカンガルーだったらポケットに赤ちゃんが入っていたりとか、ペンギンさんだったらペタペタっと歩く足のママの足の甲に子どものペンギンさんがこう乗ってるんですけど、まあ、実際あんまり見かけないですけどなんとなく足が大きいとか、なんかペタペタって歩く様子とか、なんとなくこう想像つくような感じですかね。はい、とにかく絵が綺麗でね。そうですね、見てしまうような感じがありますね。はい、ちょっとなんかこうほっぺたのところが赤くほんわりこう色づいてるところがなんかこうすごく優しさを感じるんですけど、一番なんかこの親子愛を感じたのはこの猿さんのところで、多分お母さんかなと思うんですけど、ママ猿が子猿をこうギュッと抱きしめているんですけど、そのところのこの子猿のこの安らかにこう温かさとか、ママの心臓の音とかギュッと聞いてるような描き方がすごく温かいなと思う一方で、こうお兄ちゃんかなと思うんですけど、お兄ちゃんもあ僕もあの抱っこしてほしいなって言ってるような様子もなかったりして、これね、はい、よくある光景。そうですね、お猿も一緒ですかね、人間も人間に本当ですね、僕もってなるなんとか想像つくというか、はい、感じですかね。はい、まあ、結構あの動物園と水族館でも見れるような動物たちなんですけど、多分これ一応1歳半頃からとこう書いてあるんですけど、1歳半だったらまあ見たことのない動物とかもいるかなと思うので、これは何かなって言った時、あれなんだっけって言った時に教えてあげることもできるかなって思いましたね。特にひねりもなくね、本当に1ページが優しく分かりやすく書かれてる。そうですね、言葉が1枚こうめくると誰かな、猿でこれしか載ってないので、とてもシンプルで分かりやすいかなっていうところが、めくって分かるとかそういうわけじゃなくて、そのページで完結して、はい、完結して、はい、全員集合とかそういうのもなくて、はい、1ページずつで完結するって感じですかね。結構ひねった絵本って多いのでね、なんかこれね、シンプルな絵本ちょっと久しぶりに見た逆に人生さありますね。はい、多分1歳ぐらいだったらこのぐらいの方がやっぱ分かりやすいですよね。はい、って感じですかね。はい、ということで、できるかな、動物言えるかなを今日は紹介しました。はい、皆さん聞いていただいてありがとうございます。またお会いしましょう。はい、さよなら。